虎投出、あと1球からの逆転負け、何かと問題のコール、SNS で、もうやめない、の声も。阪神が17日のソフトバンク戦に4対6と痛い逆転負けを喫して、連勝はならなかった。痛恨だったのは9回だ。守護神、湯浅が不調による2軍降格で、代役としてクローザーを務めた岩崎は、1時2から未明に右翼線2塁打を許し、ダイソー周到。さらに下位に四球を与えて、1、2塁のピンチを背負った。野村勇は見逃し、三振に打ち取ったが、中村晃に左中間を破る敵陣2塁打を許して、2者のホームインを許した。中村晃にはカウント2-2と、あと1球まで追い込んでいたが、白星はスルリとこぼれ落ちてしまった。甲子園球場では、恒例の、あと1人、あと1球コールが起こったが、まさかの逆転負け。さすがに、この展開には、虎党もがっくり来たようで、SNS では、あと1球が話題に。まあまあよくあることだから気にすんな、ねえよ。今日はむしろ岩崎に、プレッシャーかかっとったやろ、今更かよ、昔から言われてるやろアホ。湯浅のソロ2本で負け、岩崎のあと1球からの負け、ショックな負け方が多すぎる。最近の、あと1球コールやめよう、運動なんなの、別に失礼でもなんでもなくないか。自チームのクローザーへの応援だから、失礼とは思わんけど、プレッシャーがすごすぎて、マイナスでしかないから止めてほしい。牽制ブーイングには怒るのに、あと1球コールは全力でやるとか。牽制ブーイングは、プレイに影響するからあかんやろ。SNS なんかで言われて、現地の奴らが止めるかよ、な20年も続けてんのに。昔からあると思うけどなんで今更問題にしてんだ？この前もあと1球からさよなら本塁打食らってたのに。皆さんは阪神のあと1球コール問題どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。